こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では横隔膜の基本的な解剖学をお話ししておいて、じゃあこの横隔膜の解剖学のイメージをどうやってヨガとかピラティスとか運動で使ったらいいかっていうのを僕なりの考えでお話ししていこうと思います。横隔膜っていうのはここにありますね。これが横隔膜です。詳しく見てみるとこれすっごく広いんですよ。横隔膜ね。横隔膜っていうのは、例えば解剖書を見たりとか、例えばテレビ番組で横隔膜って出た時っていうのは、だいたい前側で見て、これがね、横隔膜ですよっていうイメージがあると思います。なんだけど、具体的にどうなんだって聞かれると結構迷う人がいると思いますね。これちょっとね、くり抜かれてるんですが、肋骨からこの胸骨に向かって、肋軟骨というものがあります。これ黄色で書いたところに肋軟骨っていうものがあると思ってください。で、肋軟骨もちろんここにあるんですが、ここのことわかります？肋骨の下の際ですね。この肋骨の下の際に横隔膜付着しています。だから基本的に肋骨のこの輪郭に沿って横隔膜は走っていると思ってください。ざっくりとしたイメージね。それでこの肋骨の前側の輪郭と、おおよそ、ここがですか、肩上突起のあたり、溝落ちのすぐ上にある骨ですね。ここにもすごく近いですし、そこからまた、肋骨球と呼ばれるね、ここ、肋軟骨のとこにありますよと。そのようにこっちはこの肋骨の際に沿っているわけなんです。ここはね、わかりやすいと思います。肋軟骨の際、肩上突起っていうところの際、はい、またこの肋軟骨の、この、わかります？この山のね、輪郭みたいなとこわかります？ここに横隔膜が付着しているわけなんですよ。でも、横から見たらどういう形をしているか、またね、イメージがつきやすいと思います。これ、体を横側から見ています。さっき言った肋軟骨っていうのはこんな感じでありますね。この前から見た、この紫で書いてる、ここの部分ですね。ここが肋軟骨です。それが、これね、今紫で書いた肋軟骨というところですよ。で、もちろん、こう、肋骨の後ろの方まで行って、もちろん横隔膜、立体的な構造をしてるんで、こんな感じをしてるわけですよ。こんな感じ。で、立体的な構造をしていますね。なかなか横隔膜を横から見るっていう機会はないと思うんですよ。やっぱり、前側から見る機会があるんですが、横にも、こういう立体的な構造があるんだって知っておけば、いろんな応用が効くと思います。じゃあ、どういう応用が効くのか、僕なりに解説をするとですね、横隔膜って呼吸の筋肉なんですよ。息を吸ったり吐いたりするわけですね。息を吸うと、肋骨っていうのは基本的に広がるわけです。横に広がるし、こんな感じで横に広がるし、上にも下にも広がるわけですよ。ね、空気が入ってくると、こう風船が膨らむみたいに、上、下、横。横、斜め上、斜め下みたいな感じで、いろんな方向に広がるわけですね。四方八方に広がるわけですよ。だけど、これだとなんか平面っていう感じですよね。二次元っていう感じがします。それを、またこれ横から見た図で奥行きもあるんだっていうことを考えると、呼吸をすると、前後にも呼吸が広がるっていう意識ができると思います。前後だし、もちろん、斜め上、斜め下方向。これ、こういう方向にも、空気が入るわけですね。だから、この横から見た図でも、この横隔膜の立体的な構造っていうのを知っておけば、前後方向にも息が入るっていう意識が出ると思います。もちろん、上も下も広がるし、横にも、外側にも広がるっていう意識ができますね。こういう意識をすると、三次元、立体的に横隔膜が、広がる、呼吸が広がるっていう意識ができると思います。そうすると、風船が広がるみたいに立体的にね、広がるっていうイメージができると思います。このことからね、横隔膜も前から見たり横から見たり、いろんな角度で見るのが大事だと思っています。で、ね、こっからはじゃあ横隔膜と他の筋肉と合わせてどうやってヨガとかピラティスとか運動に合わせていったらいいか僕なりの見解をお話ししていきます。はい、横隔膜がここにありますよと。でね、次注目してほしいのが、横隔膜の、この部分なんですよ。横隔膜の、この部分。これはね、後ろから見た時の、おおよそ、こっち、後ろ側のね、横隔膜の足みたいなのがあるんですよ。
ここを文字通り横隔膜脚って言うんですよ。横隔膜脚ね、横隔膜の足の書いて横隔膜脚というのがあります。それがこの腰椎にひっついてるこの2本の部分なんです。足みたいですね。本当に足みたいです。これ腰椎にひっついています。はい、ということはですね、こいつとつながりがあるんです。この筋肉なんでしょう。これ大腰筋です。大腰筋という筋肉があります。この筋肉は股関節とか腰椎を動かす上で非常に大事なんです。足を前側に上げたりね、まあひねったりする動きで大事なんですよ。それで大腰筋の解説の時にちょろっと言ったんですが、大腰筋っていうのを結構腰椎の上側から出てるんで、みぞおちのあたりからこっから足が伸びるイメージを持ってもいいかもしれませんねって言いました。ここにみぞおちがあります。で、大腰筋みぞおちにも近いです。じゃあこっからね、横隔膜のあたり、みぞおちのあたりから大腰筋が伸びるイメージ、足が伸びるイメージを持ってもいいかもしれませんねって言いました。で、ここには横隔膜があるんです。横隔膜脚っていうのが、ここにあるんです。そして、大腰筋とめちゃくちゃ近いんです。このことから、じゃあ、例えば、呼吸を意識しながらとかね、呼吸を意識しながら、この溝落ちから足が伸びるイメージっていうのを持ってもいいかもしれません。これはね、絶対のルールっていうわけじゃないので、こう、この感覚が、人には合うかもしれないし、そんなに合わないかなっていう人もいるかもしれません。あくまで考え方の一つだと思ってください。横隔膜が、この肋骨球とか、胸骨の近く、溝落ちの近くにあります。し、横隔膜脚っていうのが腰椎にあります。溝落ちに非常に近い。大腰筋と非常に近い。だから意識的に考えたら、じゃあ、横隔膜とか、溝落ちから大腰筋が伸びる、足が伸びるイメージっていうのも持ってもいいかも。知れません。これね、非常に大事なんですよ。大腰筋と横隔膜の意識、ぜひやってみてください。次、ね、つながりがあるのが、この筋肉なんですよ。これを腰方形筋と言います。腰方形筋。この筋肉は、体を横に倒す動きっていうのをやります。し、体をまっすぐ、キープする、横向きの姿勢で、体幹をまっすぐにキープするっていう筋肉で大事になってきます。そして、この腰方形筋が硬ければ、高い確率で腰痛の原因になります。これすごく多いです。この腰方形筋、この肋骨にひっついてます。これ12肋骨って言います。12番目の肋骨ですね。肋骨の一番下側です。画像を変えます。12肋骨だいたいこの辺にあります。肋骨なので、もちろん横隔膜も付着をしています。12肋骨に横隔膜も付着をしています。腰方形筋もひっついています。だからですね、例えば体を伸ばすようなストレッチ、体の側面を伸ばすようなヨガのポーズで、腰方形筋っていうのは少なからずストレッチされるので、それに加えて、例えば呼吸を意識しながら横向きのストレッチ、体の横を伸ばすストレッチをやってみたり、腰方形筋意識しながら横隔膜のつながりを意識して、呼吸を連動させて、ここを緩めに行こうという意識づけもできると思います。その中継地点になるのが、12肋骨と呼ばれる肋骨。なので、横隔膜意識、呼吸意識からの腰方形筋で、ストレッチとかヨガのポーズをしてみてもいいんじゃないかと思います。そんで次はですね、直接的なつながりっていうのはないんですが、腕の動きと横隔膜を絡めてもいいと思います。こっち見えにくいですが、横隔膜がこの奥にあると思ってください。この輪郭の奥にあります。こちら見えてますね。横隔膜があります。横隔膜っていうのは肋骨の一番下にあるわけなんですよ。そして、肋骨にはいっぱい筋肉が付着をしています。例えば、大胸筋っていう筋肉が胸骨とか一部肋軟骨にひっついています。あとは、例えば、この前鋸筋っていうやつが肋骨にひっついています。ということは適切に呼吸ができれば、こういった筋肉も自然と動くことが期待できますね。いいですか？横隔膜がしっかり動くと、肋骨が左右に開いたりとか、下に開いたりとか、奥行きがある呼吸っていうのはできるようになりますよ、と
ということは、横隔膜がしっかり働けば、肋骨がしっかり動く。はい、次に、この肋骨にひっついてる肩の筋肉たちにも影響いくっていうことはありえますよね。うん、逆に、肋骨にひっついてる筋肉たちが硬ければ、肋骨が動かない横隔膜の働きっていうのも鈍くなる可能性があるわけですね。いいですか？この横隔膜と肩の筋肉たちのつながりわかりますか？こっからですね、じゃあ例えば肩を7枚上に上げたいですよっていう時に、じゃあこの肋骨の奥にある横隔膜を意識してみようじゃないかと。あとは例えばこの溝落ちのところからこういう感じで腕を動かしてみようっていう意識づけもできると思います。なんで溝落ちかと。ここに横隔膜があるからです。だから腕がこっから始まる意識っていうのもできると思います。ですか？ここですね。はい、そこからまたさっきの情報を付け加えると、この溝落ちから足に向かって伸びていくっていう意識もできないことはないわけですよ。これも一つのイメージなんで、体の使い方のイメージなんで、この溝落ちを起点にして下半身が伸びる、もしくは上半身を伸びるっていう意識を持ったらうまくいくっていう人もいます。で、これもね、イメージの良し悪しなんで、人によったら、うん、そうでもないなっていう方もいらっしゃると思います。そういう方はね、僕がこう、無理やり強制してこのイメージを使わせるっていうことはないので、こういうイメージがしっくりくるっていう方は、ぜひこういった体のイメージを使って、ヨガとかピラティスとかダンス、運動に使っていただいたらと思います。もしこの動画が良ければ、高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。